ここだよ。ここに住むの？東京から岩手へやってきた5人家族。写真だなんて思わずにね。もうあの家にはいられないかも。僕サッカーやっちゃダメ？ダメって言ってるでしょ。もうこんなところ嫌だ。時々話通じなくなってる。お家には座敷わらしがいるんです。バカなこと言わないでくれよ。どうしたのバーバー。どこに行っても居場所なんかない。お前会社に残れると思うなよ。父親としてちゃんと生きてきたのか自信なかったよ。あんな小さいのに福の神なんて。他にも大事なものがあるんじゃないかって。ホーム、愛しの座敷わらし。あなた、信じて。